すんごく苦戦してるステップがあるのよ。上です。指をしっかり地面をよくね、つかむことが大事だね。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、じゅんこです。あまりかっこよくないですけど、ランウェイです。はい、どうも皆さん、今ね、ロケラニのクプナさん、はい、すごく苦戦してるステップがあるのよ。あれですよね。はい、上へです。はい、上へなんかこの世からなくなればいいとか、先生上へ多すぎとか、大嫌いとか、そういう話をね、言ってますね。うん、親気が聞こえてくる今日この頃なんですけど、はい、まあ純子は容赦しないですよね。はい、そうなの。で、あとコツがあるのよ。なんでこんなに上へがみんな苦手。あと思うのが、こうご入会されてね、いる方で、経験者の方も本当にたくさんね、来てくれるんだけど、意外にできてないナンバーワンかも。なるほど。まあ、カモロカモも、まあ、難しいけど、上へってあんまりみんな向き合ってないのかなと思って。もしかしたら、やらないお教室もあるんですかね。どうなんでしょうか。どうぞ。やってました。え、あれでなんかね、みんな、え、大丈夫みたいな。例えばこうキックの速度とかがゆっくりだったり、間に合わないですね。何やってんだろうって思うんだ。そう、だけど別がちょっと分かったら見やりやすくなるのかなと思って、今日は上へと向き合いたいと思います。はいはい、かっこいい上へをやってみよう。まずね、基本の上へ、はい、ベーシックとかで。やってるのかな、皆さん。どうでしょうか。まずベーシック、本当に大事なんですけど、やってます皆さん。そう。そう、ちなみにロケラニは、1時間近く、やってますね。そう。もうクプナであっても。基礎がだんだん身についてくるように、こう、そんな長い時間やってるんだけど、ね、例えばさ、5分だけしかやらないとか。たまにいらっしゃいますよね。ベーシックは一切やらない。とか言ってる人いますよね。どういうことなんだろうね。多分踊りだけ。でもまあまあまあ、あの楽しむ目的のね、あのブラダンス。ただ綺麗に踊りたいっていう方は、まず基礎がないと。ね、この振り付けの時に、上へを気にする余裕がないよね。そう。よく言うよね。なんでベーシックでできなきゃ、曲でもできない。そうです。上へやっていきたいと思います。まずね、上へ。指をしっかり地面をよくね、つかむって私言うんだけど、はい、それができてないと難しいね。なるほど。だからここがまずこの指の使い方、足の、こう手みたいにギュッて握れんのよ。地面を密着させる。これすごいポイントだと思います。これ5本指のこの裏側ってことですか？全部？そう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 、5本指でギュッてちょっとそう、まあ指を開いて指に力を入れる、はい、そう、そこから始めていきましょう、はい、でロケラニの場合はこう V にこうしてるんですけど、はい、よく見るのはねちょっとダメだね。はい、ダメ。できないな、正しい例しか私がやればいい。あのナチュラルにやっていただけます？お願いできます？ダメだね。ちょっとやって、真ん中で真ん中で。せーの。え！ああ。ありがとう、ありがとう。うん、もっとやってください。せーの。え！ああ、なるほど。わかったわかった。今思い出したダメだね。思い出しました。はい。お尻ですね。あと、ちょっと言えないんだけど、なんていうの？タップキックとか、タップキック、タップキック、キックとか、キックがバラバラな人。そう。あと、お尻がこう動くんだけど、うん、待って、できないな。ダメだね、本当に。あのね、言葉で説明します。上なんですけど、正しい上のやり方からいきたいと思います。はい、私上へだけの書き方とかさ上へがね全然苦じゃないのよ。
コツですよ、うん、こう太ももに基本的にこうずっと力を入れてこの姿勢ができるから皆さん、そう、この姿勢空気椅子って言われる。で、福田さんの場合は立っててもいいんで、ちょっと腰をこう2本の足の付け根の間にちょっと腰を落とすみたいな感じです。こうお尻に力をまず入れますってことね、はい、そう、で姿勢をとる。で、1の姿勢、これを絶対にキープします。これが崩れちゃうと上が難しくなる。わかります？タップの時、タップタップタップ、そう、タップ、ここもお尻力入れたまま動かない、動かない、そう、タップタップ、そう、タップ。太もも力入れてるの分かります？同じ形に戻るの分かります？とか、足がふにゃふにゃしてる人が多い。それを言いたかったの、さっきうまくできなかった。そんなこともあるんだね。全然ふにゃふにゃできない。そうだ、ふにゃふにゃできない。そう、カチカチなの。そう、この姿勢があって、タップ、キック、戻す、この姿勢があるの。タップの時この姿勢なの、さっきの基本のポーズ。基本のポーズ、そう、はい、これがまずないの。ふにゃふにゃ、何が基盤かも分かんない。ちゃんとそこに戻ってないってこと。そう、まずこうずっと立ってる、立ってるっていうかこう腰を落として、最初のそうポーズ、これやってもらうと分かるんだけど、足首、胸、太もも、こう力を入れてこの姿勢になってるわけ。やってみるよ。片方で乗るときもしっかり腰立ててるよ。そう、タップ、ほら、指標の姿勢。キックはね、斜め上にで、足の指をしっかりこう地面をキャッチしてる状態でキック、そう、その時にキック、そう、よくあるのが足が動いちゃうんですよ。負けない、負けない、わかります？はい、そう、わかります？負けちゃダメ、そう、負けちゃってる、キックに引っ張られちゃってる、うん、そう、で、ここがこういうふうに、ちゃん、そう、これちょっとそう、怒られるよ、怒られる。世界で一番見せちゃいけない画像を今動画を見せました。ダメです。チャンネル登録減るから。でも本当に多い、ちょっともう動いちゃう人、踏ん張る力、こことここ、そう、でここは絶対に動かない、負けない。お尻に力入れながら、ぐって押しながら、で、あと、こう、これもね、教室によって、組によって違うと思うんですけど、基本的にはこう斜めにこう上げるところが多いかなと思います。そう、まあ、こう前のところとかもあったりさ、ただ開いてる人、これはちょっと違うと思う。こういうふうに、こういうふうに、そう、斜め上に、キックってこう、キックって、ここ変えず。そう、これは太ももの力があったら一生できるの。ずっと、そう、ずっと全然ほら分かるから、ここがあったらただ座ってるだけだよ。座りながらキックしてるだけよ。先生、本当にここの時に全く位置が変わってないですね。足しかこう、そう、なんでまずこの上へと向き合う時は、まずこう、こういう腰を落とした姿勢だったり、大体上へってこうこうダウンしながら、この姿勢ができたら上でできるとでしょ。この姿勢がキープできる時間分だけ上でできる感じ。意味わかる？そう。先生、よくなんか休憩とか言ってもらいました。そう、休憩。上ではそこまでね、大変じゃないの。筋肉さえあったら。で、ふなさん、膝曲げられないって人、こういう立ってても上へ来て、立ってこの時に基本の姿勢に戻るわけよ。これがないわけよって、こう、なんか。ふってこう締めてるわけ、力入れて、この時にタップの時、キックしたらまた戻す、で押す、タップ、キックしたらまた戻す、同時になんかね、こういうふうにふにゃふにゃってやっちゃってる、わかる？この姿勢に一回戻る。そうすると目が綺麗に決まってくる。なるほど、そういうことなんですね。そうなの。ちょっと地獄ですけど、ゆっくりやってみよう。せーの、タップ、キック、戻す、この姿勢、キック、戻す、押す、戻す、キック、戻す、戻す、キック、戻す、
お尻、戻す、キック、戻す、お尻、戻す、キック、お尻、戻す、戻す、キック、お尻、戻す、戻す、キック、お尻、戻す、戻そう。この筋肉、今すごいここが痛いので、痛い先生はこれがもう、ついてるんですよね。そうだね。そうすると、ごちゃごちゃな感じとか、流れちゃうみたいな動きじゃなくなるってことですよね。なんかね、なんかこう、ふにゃ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 してるんだよね。なんかキックが。わかります。そう。で、上って、このスカートの下からさ、ファッてこう、ここで、こう斜め上に押すことで、ファッてこう、スカートを蹴り上げてる。はい。で、スカートファッてなるの。それが開いたいわけだ。タイミングが。うん。で、タイミングも、もう、待ってないの。こう、一回待つのよ。普通、キック、待つ、キックが、すぐ、ピュー。確かに。ってやっちゃう人とか、あと、待たないで、ゆっくり、ふわーって。これはもう、ファッてなんだよね。ファッていかない。ファッなんだよね、こういうふうに。蹴れないから、こう、ゆったりこうしてる人。で、これも、ここが弱い人、ここの力が弱い人、蹴れないんだよね。ファンって。いっちゃうから、ファンって持ってかれちゃうから。行こう。音が鳴るよね。だけど指をさ、そもそもさ、ギュッてこう握ってなければ、ここがキープできなくなる。うん、そう、足首だよね。足首。すね。そう。そうですね。動いちゃいますよね。そう。これ安定しないでしょ。だからこう。グラグラして。そうそう。なんでこの、お子宮と指でしっかりこう上半身を支えなきゃいけないんです。で、これって、足首、ふくらはぎ、すね、太もも、使うのよ。こういう足になるからさ、ここで支えるんだよ、体を。何ですよ、上って。本当ですね。だからみんなね。難しいんだよね。でも、ロケラインでは、クプナさんも違うよね、はいはい。立ったままでいいです。立ったままでまずやってみましょう。はい、うん。顔の延長線上に上があります。右、左、右、左。左に乗ってる時にタップ。足上げて、真ん中、キック。右、マカマン、キック。我慢、この出場して、キック、通常して、押す、通常して、キック、通常しておく、移動、通常して、移動、これが繋がってる。繋がってる。あれ、毛量だよ。キック、かかと。キック、かかと。我慢、キック。そう。我慢、キック。ずっちゃっちゃーん、ずっちゃっちゃーん、ずっちゃっちゃーん、ずっちゃっちゃ、そう。で、こうリフトする足。こういう足はやっぱりかっこ悪いよね。エレガントじゃないよね。タンタンタン。まあそういうスタイルあるかもしれない。あとここがねじれちゃうのもおかしいよね。そう。まあ奥が深いやん、これも。本当ですね。でも、やっぱりそうやると、つまりますね。そう。確かに、上でやりながら上半身をこう立てるって、すごい、みんなから落ちちゃってるよね。こうやって。ね、うん。そう。そう、こういうふうに、こういうふうに。でも、これは私もそうだったの、ね。現役時代。でーでー、おっ、おっ。だから、すごい余計、もうこの辺に上の前になったら、こう、腹筋、より力入れようとか、絶対にこう、お辞儀するような。書くっていうのは、20代の頃もなってた。なんで、今の方がならないってことは、継続して踊り続けるっていうのが大事なのと、あとやっぱりここ、うん。立ってるんですよね。そう。背中の角度見ながら、タップキック、腰飛ばして、タップキック、タップキック、タップキックってこう、背中の角度見ながら、あ、ダメダメ、腰が寝てる、起こそうっていう感じで自分でこう、背中の横からのチェックが必要かなと思う。なるほど。うん。チェックどころはいっぱいありますね。そう。使いどころもいっぱいあります。そう。どうですか、上辺と向き合ってみました。どうでしょう、皆さん。皆さん、ね、ロケラインの皆さん。ロケラインの皆さん。クプナの皆さん。見てます。そう。でもね、これ意外に若いからできるのよとかでもない。うん、70歳でも、パッてこう、タイミングがあったら綺麗な上辺ができると思う。やっぱりスカートを同じ、あと同じタイミングの発射。これがポイント。なんか、ね、結構ゆっくりでも、キック。キック。
で、キックのスピードは変わらない。キック。でも、こうディレイするのよ、ちょっと。今、なんていうのかな。タイミングが、キック。キックって。キックって。だから、キックのタイミングがゆっくりになんないのよ、ゆっくりゆっくりでも。これも特徴かも。1。で、ここは、1、2、こういうふうにならないこと。ここはゆっくりでも。こういうふうにならないこと。我慢。我慢が長くなるだけ。さらに強いですね。そうなの。さらに強い。だから綺麗ですよね。で、これを余裕な顔して、表現つけながらやるわけ。できるの？ベテランのクプナさん。できるよね。できる。できる。頑張ろう。これを、まず10回から。そうですね。1回も結構きついけど。10往復。10往復。毎日やろう。頑張ろう。立っててもいいの。だから私よくこう料理しながらやってっていう、お鍋とか見ながら、この姿勢をまずこう太もも力入れながら、そう。腰立てて、これができなかったら上がないわけ。そう、腰を落とす。こうじゃないよ。まっすぐね、膝まっすぐ、はい。そう。これができるか。こうしたらもう上がもう半分できてる。そう、足でこう立ててね、腰ね。それを練習から始めてみて。そう、それでこう、片足に、こう、潰れない、こうやって。こっちがないし、乗ってる足が。ほら、これがずっとできたら、もう、できる。あ、見やすい。だから、こう片方の足に乗って、タップって、ここが、そう、こっちも乗る。なんで、こう、ただこう押してるだけじゃないってことよ。しっかり乗ってんの意識しながら、そう、お尻を動かす。そうやって動かしてなかったかも。そう、丁寧に、丁寧によ。まあ、丁寧に使えるってことは、多分筋力があるからなんだけど、そんなイメージで丁寧に上と向き合ってみてはいかがでしょうか。はい。もう、こう、全日本のね、ウェイズが綺麗になったら素敵よね。そうですね。はい。このチャンネルが良かったと思ったら、チャンネル登録と、グッドボタンと、はい、メンバーシップ、お待ちしてまーす。お待ちしてまーす。ありがとうございました。皆さん、アロハー。アロハー。はい、こちらのチャンネルでは大好きなフラが上手くなるですね、コツをたくさんご紹介しております。チャンネル登録お願いします。